ご視聴ありがとうございます。今回はトヨタの高級ミニバンで国内外ともにかなりの人気があるトヨタのアルファードと、今回の2代目モデルから日本に正式導入されたレクサスの LM を徹底的に比較していきたいと思います。トヨタのアルファードは2023年6月に約8年ぶりにフルモデルチェンジが行われ、かなり話題になったものの、人気がありすぎて一番リーズナブルなグレードが2700万円で転売がされるほど人気の高い車になっています。それに対し、レクサス LM は2020年に中国やインドのお金持ちをターゲットに発売され、日本国内でもアルファードを LM 仕様にしている人がいるくらい、日本での導入が待ち望まれていた車になっています。そんな LM が2023年4月20日に2代目が発表され、ついに日本での正式導入が決まった車になっています。今日はそんな2台を徹底的に比較していきたいと思います。まずは両車の簡単なスペックを見ていきましょう。まず、トヨタのアルファードはフォースフルインパクトタグジュアリーということをコンセプトに、闘牛が躍動しているかのようなモチーフのデザインになっています。サイズは全長 4995mm、全幅 1850mm、 全高 1945mm、 ホイールベースが 3000mm となっており、スペックは 2.5 リッター直列4気筒ガソリンエンジンプラスモーターになっています。それに対しレクサス LM は巣に戻れる移動空間ということをコンセプトに、多忙な日々をお過ごしのお客様のため、周囲の喧騒から解放された心身ともにくつろぐことができる空間をコンセプトに開発されました。そんな LM のサイトは全長 5125mm、 全幅 1890mm、 全高 1995mm、 ホイールベースはアルファード同様 3000mm になっています。そんな LM のスペックは 2.4 リッターターボハイブリッドシステムが採用されています。次に両車のエクステリアを見ていきましょう。まずは新型アルファードからです。まずはフロントから見ていきましょう。フロントの見た目は基本的にはキープコンセプトのような印象を受けますが、フロントでの一番の変更点はエンブレムです。先代モデルまではアルファのエンブレムでしたが、今回のモデルからはトヨタエンブレムに変更になりました。グリルに関しても先代よりも迫力を増している印象を受けました。個人的に面白いと感じている点は、ヘッドライトがグリルとつながっているようなデザインになっており、結構斬新だなと感じました。サイドダクトに関してもしっかりとメッキで装飾されたこともあり、先代モデルよりも高級感が増しています。ヘッドライトに関しては細かい LED ランプがかなり特徴的なデザインをしており、ウィンカーはシーケンシャルウィンカーになっていました。ウィンカーに関しては少し時代遅れなんじゃないかなと感じてしまいました。次にサイドを見ていきましょう。サイドに関しては伸びやかな印象を受けました。特徴的なのはルーフが浮いているようなデザインになっていることと、今までのアルファのエンブレムが B ピラー付近に鎮座しているところです。どこか先代らしさは残しつつ正当進化しているなという印象を受けました。ホイールは18インチのものが採用されており、車体の割に小さいのではないかなと感じてしまいました。サイドに関してはどこかエルグランドらしさも感じ取ることができます。最後にリアを見ていきましょう。リアに関しては1本のメッキの装飾が特徴的になっています。このメッキのおかげでどんなカラーにしたとしてもメリハリがついて良いのではないかなと感じました。エンブレの下にはアルファードの文字があり、しっかりと流行をつかんでいるなと感じました。フロントサイドはキープコンセプトなのかなと感じましたが、リアに関しては全く新しいデザインのものになっています。テールランプについてもいくつかの流状の LED が採用されていて、どこか2代目アルファードらしさまで感じ取れるようなデザインになっています。全体的にキープコンセプトではあるものの、最近の流行を取り入れてきたのかなと感じました。次にレクサス LM のエクステリアを見ていきましょう。それではレクサス LM のフロントから見ていきましょう。フロントの見た目はユニファイドスピンドルボディが採用されていることで、EV 車のようなデザインにもなっていますし、威圧感や高級感を感じ取れるようなデザインになっています。ただこのデザインに関しては映像で見る以上に実物は高級感があるなと感じました。
個人的にはこのソニックチタニウムも似合っているなと思ったのですが、個人的にはブラックの方がフォーマルシーンや冠婚葬祭ひとしで使いやすいのかなという印象があります。また随所にメッキの装飾があることでかなりの迫力があります。ヘッドライトは3目のプロジェクターが連なっているかのようなデザインになっています。またその上にはデイライト兼ウィンカーの LED のラインが走っています。次にサイドを見ていきましょう。サイドのデザインは個人的にアルファードに近いデザインなのかなと思っていましたが、意外とアルファードと差別化が図られているなと感じました。またアルファード以上にネッキが多用されていて、ただものではないオーラがひしひしと伝わってきます。ただCピラーのルーフのデザインがかなり特徴的になっています。ホイールは18インチと19インチのラインナップがあり、メッキギラギラ系のものになっています。最後にリアを見ていきましょう。リアのデザインはかなり独特なものになっています。一番に目につくのは一文字型のテールランプではないかなと思います。また加えて上の方にも一本のラインがデザインされていることが特徴ではないかと思います。またアルファード以上に威圧感があるようなデザインだなと感じました。全体的に威圧感と高級感をうまく両立したかのようなデザインになっています。次に内装を見ていきましょう。まずは新型アルファードからです。内装に関しては最近のトヨタ車の中で一番質感が高いなと感じました。ドアの内側からシートまでもが去年発売されたクラウンクロスオーバーよりも質感がたいということに驚きと悲しみが隠せません。ドアの内側は至る所にレザーやソフトパッドが採用されていて、質感が高く胴の部周辺の模様が入っている。レザーが最高にかっこいいものになっています。ただ質感に関しては仙台の方が良いのではないかなと感じてしまいます。シートはブラックの合皮のものが採用されていて、しっかりとステッチや模様が入っていて高級感があるなと感じました。ハンドルは本革巻きのものが採用されていて、ウッドが取り入れられているのが良いなと感じました。メーターに関してもクラウンのようなフルの液晶のものが採用されていて、トヨタの中では最先端を走っています。センターコンソールについてもミニバンとは思えないくらいごついものがあり、収納に関しても申し分ないです。蓋付きのカップホルダーの隣にはごついシフトレバーがあります。その上にはレクサスのようなナビが採用されていて、センターコンソールと一体化されていて良いなと感じました。次に後席を見ていきましょう。後席シートは全てセパレート式になっており、今回のアルファードから2列目ベンチシートが廃止されました。シートに関しては高級感があり、ゆとりがしっかりとあるなと感じました。後部座席にはアンビエントライトであったり、二分割のサンルーフなど面白い改良が加わっているなと感じましたが、シートとシートの間にあるテーブルの質感が明らかに落ちたなと感じました。3列目に関しても大抵の人は十分に移動することができると思いますし、各席に USB ポートがあるのが最高です。全体的に先代モデルからは質感が落ちてしまったものの、今のトヨタ車の中では群を抜いて質感が高いなと感じました。次にレクサス LM の内装を見ていきましょう。 LM の内装はやはりレベルが違いすぎます。やはり後席重視の車ということもあるので、前席はざくりと見ていきたいと思います。ドアの内側はしっかりと革が張り巡らされており、カッパー色のラインがいいアクセントになっています。シートは本革のものが採用されており、ヘッドレストにはしっかりとレクサスのロゴが型押しされています。ハンドルは本革と木目がコンビとなっており、結構質感は高いものになっていますし、メーターは 12.3 インチのフル液晶のものが採用されています。その隣にはレクサスおなじみのモニターがあり、その下には木目のパネルがふんだんにあしらわれていて、かなり質感が高いものになっています。センターコンソールもしっかりと革が張り巡らされており、カップホルダー周辺までも革が張り巡らされています。前席は必要最低限の装備だけだと思っていましたが、しっかりと質感も保たれていて良いなと感じました。次に後席を見ていきましょう。後席は2500万円もするだけあって、かなりすごいものになっています。まずフロアマットなのですが、高級ホテルのカーペットのようなものが採用されています。シートは独立したものになっており、ところどころにあるカッパーのアクセントが良い味を出しています。またしっかりと本革になっており、
アルファードのキャプテンシート以上にゆったりと座ることができます。またシートやエアコンはアルファード同様にスマホのようなもので調整できます。正面には全席を区切る仕切りがあり、その下には48インチの大型ワイドディスプレイであったり、冷蔵庫などがしっかりと完備されていて、文句のつけどころがないなと感じました。全体的に質感の抜け目がなく、木目パネルのデザインであったりカッパー色のラインが良いアクセントになっているなと感じました。というわけで皆さんいかがでしたか？今回はトヨタの大人気高級ミニバンのアルファードとレクサスの LM を徹底的に比較していき、アルファードと LM の価格差約2倍以上に質感に違いがあるなと感じました。ただアルファードも質感が高いのですが、どこまで行ってもファミリーカーなのかなと感じましたが、皆さんはどのように感じましたか？コメント欄に書いていただけるとありがたいです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターやインスタグラムのフォローよろしくお願いします。また次回の車紹介でお会いしましょう。